翌日二日酔いも取れぬまま心斎橋をうろつくドーパミンライダー。ドーパミンライダー大阪中どこを探してもあの男はいない。困ったもんだ。でもここは楽器屋さん。ここにならいるかもしれないぞ。行ってみよう。急げ。あWe'll be right back.
見つけたあの男、ここに拉致したぞ。ドーパミンライダーが探し当てた男はボアダムスのアイシ。
ここ大阪新名所大観覧車で話を聞くことにした。俺の名前はドーパミンライダー。スーパーエイト出たばっかりで、あれすごいいいね。富田さんとのリミックスってなんか一緒にやったわけじゃないんでしょ。あれ頼んだ。もともと好きだったの、矢野さんは。すごい興味があった。どんな風になるんだろうなっていう。で帰ってきたもんに関してはどうだった？いや、見た。見た。やられた。やられた。でなんか早くも次のアルバムのレコーディングがちょっと取りは取りも終わって今もやる。今一生懸命ミックスの。なんかすごいレコーディングずっとしてるような感じもするんだけど、レコーディングってやっぱ好き、ハマっちゃってるの、レコーディング自体に。おもろいね、レコーディングとライブってまた全然別。いや、瞬間瞬間に燃え尽きられるっていう意味では同じやね。で次のアルバムいつぐらい聴けそうなのかな。夏ぐらいかな。夏に、夏とか秋とか。これ動いてんのかな、なんかすごいね。ゆっくりなことない、今すごいよ今。うわ、てっぺんだ、てっぺんてっぺん。ニューヨークみたい。てっぺん来た。うわ、これ大阪のど、なんかてっぺんって感じせえへん。うん、今大阪のてっぺんだよこれ。うわ、すげえ。うわ、ちょうどてっぺんにいた今。結構すごいよこれ。うわ、俺あんなホテル知らんかった。あそこね、ホテルイルモモンテ。イルモンテ、イルモンテ、うん、あ、いる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 でモンテなんや。Music for the people. Megalomaniacs. Zip code 106-8011. Space Shower TV.昔よく愛ちゃんのネタ帳とかってあったじゃん。 あれってまだやってんの？やってるよ。もう常にこうなんか考えたら、だからね、ネタをね、貯めたいんじゃなくて、うん、自分の頭から出したいよ、いろんな情報をどっかで放出しないと、うん、もうなんか発狂するのあるやん、うん、いろんなことがあって、でそれ全部面白いよ、うん、だから、うん、どうしても頭に残るやん、うん、でもそれを何一遍どっかで初期化みたいなことせんと、うん、なんか物事を新しく、あ、これ初めてみたいな感じで受け止められへんから、次に行けない。そうだから、その手帳に書いて出す。ではここで愛さんがやっている他のユニットを見てみましょう。なんかフォークミュージック化してるかもしれないね。いやだから土足っていう意味でかなり。そう、分かれへん、ロックアナーキーやし。アナーキーセブンはなんかコンセプト特別に、だドラムをなんかギター用のコンパクトエフェクターでどこまでこうエフェクトをするかっていう、そのやってたけど、もともとなんで組んだバンド？やっぱりね、15年ぐらい前からハードコアのバンドがやっぱりやりたかったよね、俺ずっとね。メンバーがおれんかってね。今はまあ横浜におんだけど、奄美大島ストラと友達になってやろうよって話。あ、そう、前聞いたのがハードコアイズラブってどういうこと？ハードコアパンクイズラブね。
あのパンクってなんかあのヘイトコアとかあるやんか、憎しみとか、そういうあのなんていうかな、パッション、その暴力みたいなのを消化する、そういうあのバーやったりもするけど、なんかまあそういうのと同じ意味でやっぱりあの愛みたいなものを、うん、あのすごく感じるんよね。まあ、パンクのライブとか行ったらね、特にガーゼのライブ行って、あのハードコアパンクイズラブやと思って、ガーゼだったんだ、思わしたのは、愛を感じたんです、ガーゼのライブに。それは音楽に感じたの、空間に感じたの、全て、ガーゼの存在とそこの場所、全て。500円でライブをやってるということも、消毒ギグが続いてるということも、全てに感動した。ボアダムズもあのパンクやけどね、アシッドパンクっていうか、まあでもあの実はあの体質上なんかこの短い曲とか、あの短くて瞬間的になんかあの燃焼できるような曲っていうのがあの体のなんか身体的な条件に合ってるっていうか、だからそういう意味ではボアダムスってすごいなんかあの繰り返しで長くて、でもっとあのトランスするっていう、また全然、違う構造が違うし、うちも何かこう限界にチャレンジしてるっていうか、短くてガーっていう限界もあれば長い限界っていうのもあるよね。両極端なのかな、まあそうやな、テント戦みたいな感じかな。ノイズになるんちゃいます、やっぱ全然ノイズと思えへんけど、トランスですよ。
まあ、音出してトランスしていくっていうか、そういうことなんですよ。Hanatarashも10年以上やってて、で一遍すごい、まあ、暴力っぽいなんかずっとライブやってたんですけど、それやめて、でしばらくやってなくて、で何年か前に、4年ぐらい前にまたやり始めて、3年ぐらい前かな。で今みたいなスタイルになって、ちょこちょこやってますけど。すっごい怒ってた毎日。なんか。だからすごいそのファックスマシーンの音を最初に聞いた時にショック受けて、メンバー募集したけど誰も来へんかって、で毎日なんかろくでもないことしかなくて、なんか83年に電気のこぎりで足を切って、すごい痛かったけど20針ぐらい塗って、でブヨって血出てんけど、なんか切った後の20分ぐらいライブできたけど、トランスしたな。だからやっぱりブルトーザー乗った時もトランスしたな、興奮して。360度回るやつでさ、ドカーンってライブハウス壁に当たって穴が開いたんですけど、弁償とか言われて、爆弾でトランスしようと思ってんけど、トランスこれ発覚して、なんかライブやる前にトランスできへんかって、すっごい嫌な、なんかこう不完全燃焼をやってるんですけど、次バイクとか使ったりして鼻骨折ったんですけど、バイク動けんかったかなこの時。まあこれ家でモノラルテレコのピンポン録音で、最悪の録音状況で、なんかそういう機材とか全然なくてやったんですけど、マイク1本でなんかできんかなっていうところで始めた。コードとかに入ってる曲をやったりして、ね、まあ記念にこう10年経ったしみたいな感じで、片手だけ P で、片手 P でした。で96年、この時は両手 P でした。
このコーナーでは宇宙体験談、アイちゃんの宇宙体験談。いや、こんなんやで、あのいや、星と同じじゃない、こうやって空があったら、うん、あの星があるじゃないですか、うん、あ、分かれん、これやったら、まあ、こうやって星がいっぱいあって、うん、で、あのめちゃくちゃ星がいっぱいあるときに見てたんよ、うん、吹いた時やで、うん、あん時、あん時朝上げさん、あん時にめちゃくちゃ星出てたよ、うん、すごい途中までね、うん、この水滴みたいにいっぱい出てて、うん、うわーって見てたら、その星の中で明らかに挙動不審なやつがおんのよね、ビクッとか動いて、で、あれおかしいなと思ってたら、そいつがピューとかって動き出して、すごい速さで、流れ星じゃなくて、流れ星じゃない、うん、あの流れ星って消えていくんじゃなくて、うん、移動すんねん、うーんって、うーん、そういうのが5機ぐらい見たね、全部ね。で、外見は別になくて、うん、光、星、星と同じで、星にカムフラージュしてるみたいな感じで、でも、あの星の動きって一定やんか、うん、あのこう回っていくでしょ、うん、ぐるぐるね、うん、一晩かけて、うん、で、その方向とかにだと突然こうやって落下していったりとか、全然関係のなさそうな方角にグーンって移動していくよね、うん、生きてるなんかあの生物みたいに、うん、その星じゃなくて、なんか見たことある写真とかだと、やっぱ宇宙船ってちっちゃいんだよね、目で見れる分には、このぐらいこまごましてて、でいっぱいいそうな、なんか感じなんだよね。だからあの別にこんなあの形してるとかそういうんじゃなくて、うん、俺の見たのは星がまあ一晩で、すごい、30分ぐらいの間に4機ぐらい見たいな。その間俺何してたんだろう。踊っとったんじゃん。あ、そうか。踊ってたか酔っ払ってたか。どっちか、いつものことだ。宇宙人は見たことないの？宇宙人はない。あ、本当。あ、でもなんか宇宙人はないけど、うん、ないけどさないけど、おるやろ。いや、いるんだってね、うん、おるやろ。いや、いるらしいよ。俺もなんか、ちょっと聞いたわ。うん。いや、どうもこいつ、そうちゃうかな、みたいな。この人はそうじゃないから。ちょっと入ってるかも、ね。ちょっと入ってるかもね。俺は違うわ。絶対違う。俺は違うわ。ボアーの人は違うわ、みんな。地球の。地球人。なんか。ベタベタの、うん。なんか最後まで地球を守ってそうだもんね。守るかどうかわからんけど。宇宙見たいと思う。まあでも別に無理していかんでもって気がするけどな。だって夜星の出てる時に上を見上げたらもうあるから感じれるやん、行くことじゃなくて感じることかなっていうのもあるし、僕なんか星空とか見てると結構ね、だから怖くなる時があるのね。あ、宇宙人やから。いや、そうかも。元に戻るみたいな。せっかく地球人になりかけたのに連れてかれる。戻りたらいい。早いの宇宙の話とかで、よしみちゃんとか結構好きじゃん。 あえて避けてる。避けてる。あ、ブライアン俺そうちゃうかな、元ってこの人あえてそういうのを割と避けてるわ。避けてる、うん、宇宙であるとか、うん、変にスピリチュアルなこととか、そういうこと、そうそうそう、サイケデリックなそういう考え方とか、そういうのを割と避けてるなて、うん、そうなんだよ。それ宇宙人だからだったのかな。でしょそうなのかな。ガビーン。俺いろいろ考えさせられてる今。うん、そうか。はい思い出してきた。あ、思い出してきた。ごめん、俺やっぱ降りる、ここ。こうして自分が宇宙人だという記憶を無事取り戻したドーパミンライダーは、愛さんの UFO に乗って宇宙へと帰って、この無限に広がる大宇宙に耳を傾けてみれば、あなたにも聞こえてくるはずです。大宇宙の音楽が。
ありました。アンプ VJ 山口たまみです。さてもう9月になってしまいましたが、もうすっかりですね、夏休みも終わって学校始まった人、または会社でもね夏休みを取り終わって普段の生活に皆さん戻ったかと思いますが、みんなの夏休みはどうだったんでしょうか。どっか楽しい思い出とかね、いろいろ遊びに行った人はですね、また、後で話を聞かせてもらうとして、今日のタイムズの方をお届けしたいと思います。7月10日の金曜日ですね、東京新宿リキッドルームでですね、ライブが行われたんですが、ボアトライブスーパーセブンということで、まあ、オールナイトでこのイベントを行われたわけなんですけれどもね、まあ、このイベント、まあ、チケットが売り出されて、まあ、すぐソールドアウトというすごい、人気で、まあ、お客さんの、盛り上がり方も半端じゃないことになってたね。ボアダムズのライブの他に OIO とか、あとアオアという、ね、新しいとても興味深いバンドが登場したり、あと DJ でね、いろいろな DJ たちが、プレイをしたわけなんですが、一体このオールナイトの、ね、すごいイベントはどんなことになっていたのか、アンプの方ちょっと行ってきましたので、ライブそしてボアダムズのインタビューの方を、見ていきたいと思います。
間ずっとレコーディングやってた期間っていうのはすごい短いですね。10日とか遊んでたからね。ぼーっとしてたり、はい、富士山の麓で最初の3日ぐらい、その後遊園地の隣で2日やって、その後汚い海の隣で2日やったり。汚い海なんかこう、あどうですか気分的なもんは結構なんかすごい肩の力。大変なこと忘れたしね。うん。いなかったとも言えるな。いなかったとも言えるし、めっちゃあったような気がするし。今まででってどうやってたかよく覚えてる。忘れてるよ、ね。覚えてないもんな。うん、忘れるしな。共同作業ですね。共同作業。個人個人持ち難どうみたいなっていうのはあんまなくて、セッションしてる中で出てくるものが多いな。交通事故にあったのが一番でかかったかな。PD やってる時にバコンって跳ねられた。体験したその時オーストラリア行ってたんだっけ。遊んでたよな。遊んでた。地震が来た最初のところ。最初あったね。レコーディングしてる時に地震が来た。富士山で。そうだから自分が揺れとんかと違う揺れとんかちょっとわからなかったよね。でも怖いって感じじゃなかった。言ったけどそのままレコーディングしてるっていう。土も踊ってる感じ。
それ庭歌手やろ庭歌手やろ。そうじゃない、俺ちょっと結構本気や。あ、分かれへんやん。習字は習字、習字はあ、山本くんスズリとか好きなんだ。習字とかスズリ高いの方で吸ってるやんな。書道っていうよりも墨をするのが好きなんです。かっこいい。あと野球でしょ。そう、ハマってるもん。野球は人生やから。高校とかあれはちょっと僕は儀式やもんな。俺はすごいハマってることたくさんあります。犬と遊ぶ。音楽にもハマってるかどうか。よくわからない。別に日常がにハマってるっていうか。日常普通に。日常にハマってる。ハマってるわ。しまじょくさん。音楽にハマってる。ハマってるわ俺。なんか自爆されてるんかもしれない。ギター買うことでハマってる。あれもハマってる。ローン地獄や。ローン地獄。いやあれな。俺今めちゃくちゃハマってます。もう英語の教材は変わんない。英語の教材は変わんない。するにローン地獄にハマってる。まあ、お金はな、回したらええためにハマってるっていうか、なんか生活が日常、結構日常もハマってる。ハンモックとかされてるハンモック。ちょ、そんなんしてんの。吊るして勝手に公園にハンモック吊るしてネットで。そんなことブランブランブランって。そうそう、俺で普通の声。それもそのままオフレスじゃないか。それ見かけてもしまったほうしてる。楽思考や。人手がいないとこに。めっちゃ楽思考。ええなぁ、すごいなそれ。僕人工芝買ったりしてます。はぁ、人工芝めっちゃいろいろ種類があんねんね。どういうこと。結構あるんで。どうしよう、長さ構成とかする。ちょっとずつ引いたり。だいぶやな。祝祭のようなもんかな。祈ってました。知ってました。言うでいいんですか。聞いたか。祈りです。まあ、晴れの今日はやっぱ祈りやな。祈りです。ホッパークールできたな。まあ、割とうまいこと言った。割とうまいこと。大阪では27回間違った。26回。めっちゃ難しい。そんな間違い2回。この差すごい。何や、その差すごいな。27回と2回。26回。そう、間違えた回数ってちゃんと分かってんねや。分かってるな。回数覚えてるって強烈に冷めてるから。これですか。すんなりと気持ちをできた。お客さんの気持ちよかった。お客さんよかったね。もうパッと出ただけでもうお客さんの気持ちいいバイブがブワーって来てる。そうか、それだけで。あれすごい救われた。うわーって熱気が来た。お客さんがすごい最高。お顔笑ってたな今日も。ニカーとニコ、まあ、カードもすごいしね。ガードなんか映像とか映像なかったみたいかな。いや見てない。こうやってやってたよ。あ、見たんや。うん、今です。照明も気持ちよかった。照明もすごかった。照明すごかった。気持ちよかった。みんなの演奏もすごかった。よかったよかった。あ、9月567ビタミン Q のオーガナイズのレビュー、フライヤーをチェックしてキャンプしてに来てください。今日は火災王さん。今日台風混んでよかったよね。こう来とったんか台風1号。あ、そうなの、ね、ああ。
リレーション。はい、皆さん今日のアンプいかということでですね、7月10日の東京新宿リギットルームにて行われました、オールナイトイベントの方をお届けしてまいりました、最後にね、あのボアのメンバーみんなで、メッセージということでですね、歌を、歌ってくれたのにちょっと感動しましたけれども、皆さんはどうでしたでしょうか。さて、まあ今回このライブにちょっと遊びに行けなかった人のために、今度は長野のですね、山の方で、イベントをやります。山の方であのちゃんと説明しますからね、あとでね。ちょっと今ね、風が吹いてぐちゃぐちゃになっちゃってるんだけど、こういうちょっとサイケデリックなフライヤーで、9月のですね、5日6日7日この3日間、丸々かけてですね、行われる、見てもらったアオアとかも出ます。他にも DJ の皆さんがたくさん出るんですけれども、まあこれはですね、キャンプのセットをちゃんと持ってね、あのキャンプを張れるというあのスペースになってますので、皆さんね、あのお友達とみんなで車とかと電車とかでも行けますので、ぜひぜひ遊びに行ってみてはどうでしょうか。結構ね、雨も行われるそうなので、みんな準備万端にして遊びに行ってみてください。今日はこちらでした。We'll be right back.
10分なかったんちゃう？ないな。10分ないな。10分ぐらいあった。